じゃあ、撮りまーす。あお疲れ様です。あ、どうも。じゃあ、自己紹介からお願いします。はい。ジアンダーウィステリアのキーボード、時々トランペット、藤井空です。はい、ありがとうございます。もう7月なんで、今月ですね、いよいよ。今回、浜松じゃないや。浜松は、まだまだ来年ですね。名古屋とその前に、築い地つですもね。のはい。ブで、ルームと言っ築て地の方は、はい、ブルムードは、オリジナルを持ち寄るライブってことになってますが、はい、調子の方はいかがですか？ いいですね。あ、こんな感じでございます。進んでますね。すごいすごい。どんな、そうです。今のところあれなんですよ。なかなか来なそうだったマニワ君と、まあマニワ君はすぐですけど、吉川君も意外とすぐに送ってくれて、はい。だけなんですよね、今のところ。本当に急いで進めますので、なんか、いや、ハムちゃんからかけませんって連絡来たんですけど。言い出しっぺが それはけしからんですね。ねえ、いやいやいや、書いてよって言ったとこなんですけど、はい。あれですか、フル編成のアレンジの予定ですか？はい、頑張りああ、ます。楽しみです。なんか、なんだろう、言える範囲で曲調とか、どんな 予定で。はい。ちょっと、我ながらかっこいいめのビートになるんじゃないかと思っておりますね。おお。今まで作った曲から編曲でもいいかなと思ったんですけど、はい。はい。ちょっとまるっきり新しく作って頑張る所わあ、存ですごごい。ざいすごい、すごい。あります。がとうございます。わあ、楽しみですね、それは。あります。あと、一応、小野ちゃんが、ディファナブラス風の曲を書くと言ってました。いいですね。お好きですもんね。みんなどんなん書いてくるのかっていう。楽しみですね、それは。はいはいはい。あと、名古屋ですよね。名古屋、はい。うん。名古屋、最近は行かれました？最近は行ってないですね。あ、えー、あ、ご予定は？グーテンも今のところは、あ、ちょっと知らなかった。確かに間が空いてるあら、感じです。じゃあ、そっち方面のあれですね、ソラさんファンの方は、ぜひぜひって感じですね。そうですね。大勢、いや。なるほど。名古屋の方はわりかし、新曲祭りとかじゃなくて、8年ぶりだったけど、なんかえらい久しぶりなので、そうでしたっけ。はいはい、まあまあ、やり慣れた、いつもの感じでやろうかなと思ってます。はい。まあ、トランペットもキーボードもって感じで、ぜひぜひ。はい。頑張ります。これもうダメだったらカットしますけど、前日のことって言っちゃって大丈夫なんですかね。前日、ああ、前入りで。はい。ああ、はい。はい。前乗りも楽しみですそうですね。ね。もう、仕事半分、遊び半分。実は岐阜あたりでね、ちょっと前乗りして温泉に浸かろうかと、はい、よし。計画中で、はい。で、ライブの後も、なんか、どっか、ね、名古屋のライブの次の日にどっか寄って帰ろうということで、そうですね。はい、もう夏休みですね、完全に。とても楽しみにしております。はい。なるほど。はご覧の皆様もぜひ楽しみにしといていただきたいと思います。あ、ありがとうございます。そうですね。はい。というわけで、まあ、すみません。だいぶショートインタビューなので、そんな感じで、ありがとうございました。ありがとうございます。あ、今、またじゃあ、再来週でしたっけね、リハーサルでまた楽しみにしてます。引き続き頑張ります。はい。よろしくお願いします。頑張ります。はい。ありがとうございました。